楽しい会社を作ろう。はい、皆さんこんにちは、小野瀬雅也です。今日は、ドラマに学ぶ企業変革ということで、病院の治し方、ドクター有原の挑戦というドラマをご紹介したいと思います。こちらはですね、この撮影をしている段階では、2話までしか終わってなくて、これから3話以降が、始まるというか、3話以降が、テレビで見られるというような状態です。ですので、どんなドラマなのかということは、一部のことしか説明できないんですけれども、まさにこの企業変革、舞台は病院ではありますけれども、企業変革、が、テーマになっているドラマなのでご紹介させていただきたいと思います。こちらはテレビ東京の月曜日10時からドラマビズっていう枠ですね、で、やってるものです。でどんなドラマかというと、主人公の実家が地方の病院で、父親は元院長だった。で、今の院長は、おじさんがやってるというような状況から始まります。でそこにで、この主人公は東京の医大で研究をしていて、それで結構、流し入れたような形なんですけれども、父親が亡くなって、で、お葬式とかもありますんで、家に帰って、その実家の病院にも行くわけですね。でそこで初めてその実家の病院が経営難だっていうことを知るんですけれども、そこで、副院長として、改革を始めるというような、ストーリーです。実家の病院に戻って、最初副院長なんですけど、そのすぐに、自分が院長になって、改革を進めていくっていうようなドラマですね。でまだ1回目と2回目しかやってないので、この先どうなるのかはちょっとわからないんですけれども、変革のヒントになることが結構あるんじゃないかというふうに思います。で、この病院は赤字経営だったので、そのコスト削減とか人事制度の見直しとかですね、企業と同じような変革をしようとするんですね。コスト削減、当たり前のことって言えば当たり前なんですけど、病院なんかだと、そのよりいいものを使う、これって別に病院だけじゃなくて企業だって同じだと思うんですけれども、でも、患者の命に関わることだったりするので、あんまりコストのことよりも品質のいいもの、使い慣れたもの、そういうものを使うっていうのが当たり前になっていて、だから見直そうなんて発想がないっていうことなんですよね。でなんだけれども、そこをコスト削減で見直していこうじゃないかっていうことをやってみたり、あと人事制度っていうと、いろいろ企業だとですね、成果主義とかでいろいろ差をつけたりしますよね。やれた人はそれなりの評価をするし、そうじゃない人は差をつけるわけですけれども、病院なんかだとみんなが、みんなじゃないですけど、医者とかナースもそうですけど、専門職なので、その専門職だっていうプライドがあるんで、そこでその人から評価されなきゃいけないのかと、自分たちはそれだけ特別なことやってるのにみたいなことがあったりするんですね。なのでこれも、人件費がどんどん増えてっちゃうんで、その人件費を適切に割り振るために人事制度を見直して、頑張ってる人でやってる人には、それなりの給料を払うけど、そうじゃない人はちょっと抑えますみたいな風な人事制度を改革していこうとするんですけど、そこで、言ったような専門職なのにそんな評価するのかみたいな反発が来たりするっていうようなことがあるんですね。でそういうその反発にどう対応していくかみたいなところですね。それが一つ のいい、学びになると思います。でその時にまだ2回だけなんであれなんですけど、この帰ってきた息子をですね、小泉孝太郎さんがやってますけども、リーダーとして院長として信念を持ってこの改革を進めていこうというような姿が見られます。その信念を持って、本気で、もうやとにかくやるんだっていう思いを持って、進めていこうとしているので、最初は反対してる人もその、説明を聞いて、納得して、じゃあそれだったらやった方がいいのかなっていうふうに、心を動かされていくみたいなところがあるんですね。そのいかに信念みたいなものが大切なのかっていうことですね。それからその先ほどいろいろちょっと説明しましたけれども、改革しようとするとですね、いろいろ抵抗があるんですね。これは病院に限らず、どんな会社でも、どんな改革でも、改革というようなことをしようとしたら抵抗が絶対あるんですね。でその抵抗が、どんな抵抗があるかっていうのは、実は意外に同じような抵抗なんです。同じような抵抗っていうのは、今までこうだったのになんでそれを変えなきゃいけないんだみたいなことですよね。なんで今までのまんまじゃいけないんだっていう抵抗が一つです。今までのまんまでいいじゃないかと、なんで変えなきゃいけないんだっていうような、のがあるわけなんですけども、でそれに対して
いや今までもダメだけ、今までのじゃダメなんだよっていうだけじゃダメなんです。そこもうちょっとなんかいろいろこう、理屈でも納得できる、感情でも納得できるような説明をしたり、まあやるんだっていう意思を見せたりして、まあその抵抗を超えていくんですけども、その辺がこのドラマでも見られるかなというふうに思います。この抵抗にどう対処するかっていうところですね。この抵抗にどう対処するかっていうのは、その抵抗があってあった時にいろいろ話し合ってお互いが納得するような形で進めていくっていうのも一つのパターンなんですけど、場合によってはこれはもうこれで行くしかないんだって言って押し切るしかない時もあるんですよね。その辺のこうさじ加減みたいなのもこう、いろいろ参考になるのではないかと思います。で、このドラマは今そのまだ2回目までしかやってなくて、3回目以降は、来週からまた毎週やっていくということなので、この先どうなっていくかわからないんですけれども、経営改革がテーマになっているドラマですので、その企業変革で起こる問題が出てきたりですね、そのリーダーとして変革を進めていこうとする、変革を推進するリーダーがどういうふうに対処したらいいのかっていうようなところも、いろいろ参考になるドラマじゃないかと思います。で、ですので、この動画をですね早めに見ていただいた方は、ぜひドラマの方をですね、テレビ東京で月曜日10時、月曜日の夜10時からやってます、のでぜひですねご覧になってみて参考にしていただければと思います。今日は以上です。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。チャンネル登録もお願いいたします。